はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ですね、こちら。サントリーの冬の旬味。第3のビールですね。冬の味覚に合うコクと旨味。食事とよく合う。アルコール度数 6%。これ、飲んでないよね。これ、昔飲んだっけ？覚えてない。まあいいや。なんか飲んだような記憶もあるんだけど、どうだったっけ？原材料となる発泡酒を限定醸造しています。原材料が発泡酒、かっこ、麦芽とホップと糖類。スピリッツ、かっこ、小麦。ですね。天然水 100% 仕込み。でございます。そしてですね、こちらにあるのが、パセリなんですけど、これ、この量でですね、スーパーに売ってたんですけど、値段が60円だったの。うん。一袋60円。こんだけ入って一袋60円で売ってたんですよ。で、俺パセリ大好きなんですよね。パセリ。うん。うまい。うまい。パセリが好きなんですけど、うん。パセリかなり、栄養価がめちゃくちゃ高いらしくて、うん。うまい。結構ね、癖が強いんだけど、まあ、俺は好きなんですね。他にもセロリとか、セロリも大好きなんですけど、うん。まあ、これを、ね、つまみでね、マヨネーズつけて、食うと非常に美味しい。乾杯。あ、美味しいですね。うん。うまいうまい。美味しい美味しい。うん。香りもあるし、コクも、うん。あるしで、美味しいんじゃない？普通に。うん。こちらをですね。まあ、ただ、セロリとかパセリ好きな人間なんだけど、パクチーが好きじゃないんですよ。よくあるね。前ね、パクチーの、パクチーマシマシとかいう、なんだっけ、ペヤング、パクチーマシマシってやつ食ったんだけど、すっげえまずかったんで。多分パクチーは嫌いですね。うん。うん。うまい。うん。だいたい、外食とかすると、こんぐらい、パセリ入ってんじゃん。これぐらいとか。こんぐらいかな？こんぐらい入ってんじゃん。そのパセリを、が好きでね、昔から。お、パセリじゃんとか言って、だから、普通にね、この売ってると思わなかったんですよ。スーパーでね。あ、パセリ普通に売ってんのと思って。しかも安いし、60円とか。こんだけ入ってたよ。こんだけ入って60円だよ。セロリとかもは普通に売ってるんだけど、パセリは今まで見たことなかったっすね。まあ、もともと多分売ってたんかもしんないけど。うん。こうやってね。うん。まあちょっと、あれだよね。セロリっぽい味するよね。セロリ好きな人はパセリも好きじゃないかな。うん。
うまい。これを、まあ、料理とかで、例えばミキサーとかでこれ粉砕して、まあ、スムージーとかに、したりとかできればいいんだけど、まあ、ミキサーがあいにこれないんで、持ってないですからね。まあ、でも、パセリは、むちゃくちゃ栄養価が高いっていうことで、有名みたいです。ただ、そんなに食うあれがないからね。これ全部食えば多分、結構いい栄養にはなるんだろうけど。でもかなり栄養価は高いらしいですよ、本当に。噂によると。俺最近、最も栄養価が少ないと言われてる野菜の中でね、キュウリ。俺キュウリも大好きで、よく食べるんですけど、キュウリが、パセリレベルの、ね、栄養価だったら良かったのに、良かったのになぁと思って。キュウリはうまいっすね。お酒のあれ話でいくと、キュウリ割りとかあるからね。前飲んだっしょ、俺。昔飲んだっしょ。焼酎入れて、氷焼酎入れて、で、炭酸で、その中にこう、スライス、薄くスライスした、キュウリ入れて、で、炭酸で割ると、キュウリのね、香りが強いんだよね、あれね。結構キュウリって香りが強いんで、キュウリ割りって言って、まあ、居酒屋とかでも出るところには出るんだよね。あれ結構好きなんですよ。キュウリ割り、ね。まあ、俺は、基本的にキュウリは、適当に切って、ぶつ切りにして、塩で揉んで、で、その後に、キムチの素、桃屋のキムチの素をピャピャって入れて、ジップロックに入れて、バババババって揉んで、一晩置いて、まあ、キムチ漬けみたいな感じで食べます。美味しい。美味しいよ。まあ、キュウリは全くもって栄養価ない。あれ、ギネスに登録されたんだっけ？そんなこと言ってたよな。なんか、栄養価の全くない食べ物としてギネスが登録されたとか、言うとったな。うん。なんで、全く あれらしいですけど、栄養価ないらしいですけど。まあでも、キュウリはうまいっすね。なんつうんだろう、こう、一本さ、洗って、で、味噌つけて食べてもうまいし、ね。キムチ漬けにしてもうまいし、うまいよな。あれはな。まあでもパクチーとかさ、まあパクチーは嫌いなんだけど、セロリも、マヨネーズかけて、食べると美味しいよ。パクチーはまずいんだけどさ。パクチーはまずいっすね。でも好きな人は好きだから。すげえ好きで。パクチー、ねえ、好きな人は、本当に、まあ、
いるところにはいるんでね。うん。古畑任三郎ってパクチー好きじゃなかったっけ？あれ違ったっけ？確かパクチー好きなんだよね。古畑任三郎っていう、ね。あれ、ドラマ大好きなんですけど、古畑任三郎ね。今もうやってねえのかな？昔再放送でめちゃくちゃやってて、すげえ好きなんですよ、まあ、いわゆる探偵ものですよね。いわゆる名探偵コナンみたいな感じで、最初に殺人事件が起きるんだけど、あ、名探偵コナンとはちょっと違うのか。古畑任三郎は、最初に、物語最初に、人殺しが起こるんですけど、その場面が、もう無修正で映像がこう流れるんですよ。で、だから、犯人の顔もこう見えるんですね。うわーって、最初にまず犯人が殺す現場が、こう映像がね、パーって出て。で、視聴者はもう犯人が誰だか分かってるんですよ。その映像が流れてから。で、その探偵の、まあ、古畑任三郎は探偵じゃなくて、警部ですね。警部補だっけ。警部補だよね。うん。で、そっからこう物語を始めるっていう、まあ、ある種独創的なやり方っていうのかな。まあ、似たようなやつだと、見たことはないんですけど、コロンボっていう、探偵コロンボだっけ。それもそうらしいですね。あと、ゲームで行くと、逆転裁判とかね。逆転裁判っていうゲームある。ゲームでは。逆転裁判もそのシステムですね。最初に犯人の顔が、視聴者が見れるっていう。システム。あれすっげえ面白いですよ。マジで。すっげえ面白いと思う。だから、ブルーレイ全巻欲しいぐらいだもんね。まあ、よかったらね、ツタヤとかで100円で借りれるから、あれ。あれな、DVD でね、ありますんで。すっげえ面白いから。古畑任三郎ね。古畑任三郎って結構有名なのかな？わかんないけどね。俳優の、あれ誰がいいな？ごめん、全然わかんない。俺俳優の名前全然わかんないんだけど。うん。アリとキリギリスのアリの方が出てくる、あれだよね。背が低い方のやつが出てくるやつなんだけど。あれは、主演じゃないけどね。アリとキリギリスの、アリの方が出てくるやつね。結構古くからゲームじゃねえや。あれやってんだよな。俺も結構見てきたけど、古い作品も見たし。有名なやつだと、スマップと、対決するっていうね。だから、古畑任三郎結構有名だよね。スマップが犯人になって、スマップが殺しをやるんですよ。架空のね。んで、まあ、もうスマップ解散しちゃいましたけど、まあ。ね。んで、古畑任三郎が、こう、問い詰めていくみたいな。こう、いろいろね、やるっていう。だから、まあ、ぶっちゃけて言うと、コナンよか全然面白いんですよね。コナンは本当に面白くない。まあ、アニメだから、
子供向けなんだろうけど、全然面白くないよね。俺、ガキの頃からコナンは面白くなかったもんな。まあ、ガキの頃かっていうか、まあ、ガキの頃は見てたんだけどね。でも、古畑任三郎もガキの頃から割と見てたんで、あれだよね。コナンって、名探偵コナンってさ、むちゃくちゃなことを言い出すよね。さ、いきなりさ、なんか証拠品をさ、見つけてさ、これはとか言ってさ、なるほど、こういうことだったのか、みたいな。映像に見せないでさ、その証拠品さ、見せないでさ、言い寄るやつ。あれじゃ推理しようがねえよ。何が落ちてたのって、その証拠品見せろよって。映像に見せないからさ、推理しようがないんだよ。あれはもうわかるかよ。だからまだ金田一少年の事件簿の方が面白いですよね。金田一少年の事件簿は、俺も大好きだったんだけど、堂本剛と、友坂理恵が、ドラマ昔やってたんですよ。あれすっげー見てて、あれ大好きだったんだよね。あの頃から知ってるんですけど。結構何代か、ほら、やったでしょ。カトゥーンのさ、亀梨とかもさ、金田一になったりしてさ、変わってくけどさ、俺やっぱり堂本剛が一番金田一に、あれだよね。ぴったりだと思う。うん。で、さ、レッドラムだっけ？人形のやつがさ、ガキの頃めちゃくちゃ怖くてよ。人形のさ、老人形のさ、うんちゃらかんちゃらってやつ。むっちゃ怖くてさ、それ見てさ、夜10時ぐらいだっけやってたんだよね。忘れたけど。で、それ見て、あれだもんね。怖くてさ、トイレ行けなくなって、夜トイレ行けなくなってさ、マジ困ったぜ、あれ。怖すぎて。トラウマもんだよね。うん。あれはマジで。レッドラムはめっちゃ怖かった。うん、でも面白かったよね。うん。今、友坂理恵何やってんのか分かんないけどね。堂本光一、堂本剛もう何やってるか分かんないけど。まあ、まだ活動してんのかな、あれな。見ないけどね。まだミュージシャンとして活動してんのか分かんないけど。友坂理恵はもう全く見なくなったからね。友坂理恵って。ちょっとでも人はよく、うん。俺もだって、みゆきと言ったら、友坂理恵だもんな。そういう世代だからね。でもあれも面白かったよな。でもやっぱり、なんだかんだ言って、推理物で一番面白いと思ってるのはやっぱり、古畑任三郎なんだよ。ちょっとググるね。古畑任三郎。古畑任三郎はね、これ主演誰だっけ？田村正和だ。そうそう、田村正和。で、脚本が三谷幸喜って有名な人ですね。これめっちゃ面白いよね。恐ろしい面白さ。恐ろしく面白いよね。これね。結構ね、笑うところもあればね、うん。すげえ古畑任三郎って、小説とかで見たことないんだけど、すっげえこの田村正和の、
ね、人がすげえ合ってるよなーってなんとなくわかるもんね。この凄さって言うとさ、本当に面白いんだよ。だから今見たことない人って多分ガキの、ガキっていうか、言っちゃ悪いけどは、まあゆとり次第の人だと思うんだけど、うん。探偵物でね、やっぱね、外せねえよ。うん、古畑任三郎ほど、面白いし、探偵物はないと思うね。うん、だあわよくば、俺に金があればブルーレイボックスとかを買うんだけど、まあ、金がないんで、うん。結構何度も再放送されてね、4時ぐらいに、平日4時ぐらい、4時から5時の間に多分やってたんだよね。再放送とかで。今でもやってるかもしれないですね。で、それを録画して、ね、VHS で。ビデオテープに録画してよ。よく見たもんよ。うん。何度も見たもんよ。懐かしいね。あの時代は。あの時代はね。なんと言っても、田村正和のあの演技ね。うん。ちょっとひねくれ者のね。うん。ひねくれ者の古畑任三郎をこう演じるっていう、うん、あれは本当にプロだな、プロだね、プロ級のあの演技、あの演技はすげえよ、あの演技はそうそうできないね。ちょっとひねくれた、ね。ちょっとっていうか、だいぶひねくれてるけどな。あの主人公がすげえひねくれてんね。うん。その、ひねくれた役割を、しっかりね、わ、こいつひねくれてるわ、みたいな感じよ。もう。あんな探偵マジでいないと思うけどね。まあ、探偵って警部補か。警部補。警部補の頃から見てるけど、あれ警部に最終的になったんだっけ？警部補佐とかだったよね。あれね。うん、まあ、あれはぜひね、見てもらいたい。俺がもう、大絶賛のね。DVD で、DVD ボックスとかでもう、全巻買って、見たいですけどね。でもかなり昔からやってるからね、番組ね、あのドラマ。うん。20年ぐらいやってんだよ、あれ。20年近くやってるね、あれね。多分ね。ちょっとググってみよう。古畑任三郎。放送開始が94年の4月13日。で、最終的に、が、2006年。あれ、そんなでもないの？ 10 年くらいか。12年くらいか。あ、そんなにやってないんだ。ん？そんなでもないんだな。もっと昔からやってたよね、気がしたけど。
最初が確か警部補。警部補。いわゆる警部補佐ですよね。の、古畑任三郎で、それから昇進したのか、昇進して、普通の古畑任三郎になってる、うん。そんなやってないな。12年ぐらいか。ドラマとしては12年ぐらいやってたんだよね。でも、ドラマで12年やってるって結構長いよな。なるほどね。内容、ドラマ冒頭でゲスト俳優、演じる犯人によって、殺人事件が起こり、視聴者はあらかじめ、犯行の全容を知ることができる。そう。これが、重要なんですよね。この犯行の全容を知ることができるっていう、その、あえて見せるスタイルなんだよね。で、完璧と思われていた犯行を、田村正和演じる警部補の、古畑任三郎が巧みな話術と卓越した推理力で犯人のアリバイやトリックを崩していき、真相を解明していくストーリー。ということです。っていうね。まあ、非常に面白いね。古畑任三郎。ね。まあ、俺ぐらいの歳だったら 100% 知ってる。あれだ、ね、古畑任三郎って何ぞやって思わんと思うけど、かなり有名ですか、うん、ちょっとこれ甘みあるな。これちょっと甘みある。うん、香りもまあ、あるんじゃない？いやでもこれは美味しいけど、ちょっと甘みがネックですね。ちょっと甘みが強いかなーとは思うけど、この甘みなくせばもっと美味しいんだけど、まあ仕方あるまい。4444です。ご視聴ありがとうございました。